田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ、ビデオズ。田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。こんにちは、作曲家の田辺啓二です。今回は、プラグインをいじるのではなく、誰の需要もないんですけど、私の、環境ね、作業部屋をね、こうご紹介してみたいと思います。はい、それでは私の作業場をご紹介してみたいと思います。全体は、6畳ぐらいの部屋に、ブースがあるという感じです。まあ、一応盆は、施工してあります。作業机はザウォールのイエスクというモデルです。鍵盤の引き出しができて、4U のラックマウントが2つできるような感じになってます。メインの DAW は、プリソナスのスタジオ15になります。そしてオーディオインターフェース。オーディオインターフェースはフォーカスライトのレッドホープリになります。これも長く使ってますね。それでそのまま行きますと、マイクプリアンプがアメックの9098。ね、こうなかなかこうね、芯があって好きなマイクプリです。で、コンプリミッターがシンヤズスタジオの、11761U ですね。はい。これも長く使ってます。そして左側にパッチベイ。まあ、右にあるアウトボードのインアウトをここに出してあるので、ここで裏に回らずとも、パッチができるという感じです。そしてマスターキーボードです。マスターキーボードはローランドの RD700SX です。これはですね、作家の小森田実さんにいただきました。ありがとうございます。しっかりね、このイエスクにバッチリこう乗っかって、いい感じになってます。かなり引き出さないとちょっと弾きにくいんですけどね。まあまあまあ、あんまりこんなに引き出さないで、実際はこのぐらいですね。半分ぐらい引き出して使っています。そしてキーボードその2。IK マルチメディアのアイリグキーズ2です。まあこれも初代のモデルから使っています。タッチもね、いいし、コントローラーも適度についているので、重宝しています。まあメロディー入れたりとか、速いフレーズを弾いたりするときに使っています。で、キーボードその3。ローリーのCボードブロックです。オーディオモデリングなど MP 対応のソフト申請を打ち込むときに使っています。ちょっと練習がかなり必要です。で、ドラムパッド。プリソーナス、アトムですね。まあ、レンダー打ち込むときに使ったりとかしていますね。トランスポート部分も、もうこのままね、再生をね、使ったりとかしています。モニタースピーカー、これプリソーナスの、セプター S6 というモデルです。同軸のモデルですね。なかなか定位がよく聞きやすいモデルです。こちらも。上の S8 というモデルもあるのですが、この辺にはこのぐらいの S6 がちょうどいいかと思われます。で、ちっちゃい方のモニター。IK マルチメディアのアイラウドマイクですね。これね、低音もね、しっかり出て、なかなか定位もいいので、これも重宝しています。今まで私はトラックボールなんかを使ってきたんですが、この4、5年、やっぱり Mac だと純正の、マジックマウスなんかが便利なんじゃないかと思って、今これマジックマウス2ですね。はい、電池も長持ちします。そして、マジックキーボードですね。両方ともワイヤレスです。で、iPad。iPad は、スタジオワンリモートコントロールのアプリなんかを使ったり、歌詞をチェックしたりとかしています。で、横にもう一個、モニターが23インチのがありまして、これサブモニターだったり、ファイヤースティックね、なんかを、つなげたりしています。それで、Mac は MacBook Pro ですね。2019のモデルですね。ただですね、これ、はい、エアコンのもう直当てです。もう熱にめちゃくちゃ、反応するというか、CPU のパフォーマンスが変わるので、ここに、当てています。ここをやるとかなりね、パフォーマンス上がります。本当です。ただね、この結露によるね、水が飛んでくるのを気をつけなきゃいけないので、割りかし掃除しております。そして、サンダーボルトドックですね。サンダーボルト3ドック。OWC のものです。やっぱりね、こういうドックがあると色々接続も楽になるし、安定します。電源もここから供給しております。
して、まあこだわりでは何でもないですけど、まあ USB ハブをここに埋め込んで、はい、そして iPhone ですね。iPhone。iPhone は実はこうマグネットでこうつくようになってて、便利です。まあバーチャルカメラでね、ウェブカメラとして使ったりもしてます。はい、こんな感じですね。はい。右側にあるのが、ブースですね。半畳ぐらい。ちっちゃいね、ブースなんですけど、まあ一応ブースがあります。それでは行ってみましょう。はい、このような感じになってます。ブースですね。Q ボックス代わりにフォーカスライトの X2P というモデルのものを使っています。これダンテで繋げてます。イーサネットケーブル1本ですね。そして、マイクですが、マイクはタウンゼントの L22 というバーチャルマイクです。そして、ヘッドホンはフォーカルのリッスンプロを使っています。全体的な、イメージがつかみやすく上から下まで出て、低音の締まりもいいです。あと上も痛くない、小息も痛くないので、便利です。まあ、こんな感じなブースがあります。さていかがだったでしょうか。いつもと違ってね、プラグインの紹介ではなくね、私のね、作業部屋の紹介してみました。まあちっちゃいながらも工夫したっていうねところもいくつかあるんですけどね、まあこれがね参考になればねいいと思います。はい、またね次はね何をやりましょうか、お楽しみに。それでは。